はい、皆さんこんにちは、こんばんは。お疲れ様でございます。本日はですね、11月4日土曜日でございます。1週間ぶりのね更新ということになりましたけれども、相変わらずね体調がね本当に良くなくてですね、実は今週の火曜日にですね、休みの日にですね病院に行ってきまして、そこでね見てもらおうと思ったんですけれども、結局ね散々待たされてやっと順番が来たかと思ったら、症状を伝えたら、じゃあとりあえずレントゲン取りましょうって言われてね、で結局そのレントゲン取って見てもらったら、うん、とりあえず MRI 取りましょうみたいな話になってでもう今日取れませんからみたいなこと言われて、予約制になってますみたいなこと言われたんですね。でじゃあ明日休みなんで、明日も休みなんで明日どうですかって言ったら、いやもう埋まってますみたいなこと言われて、で10月の31日ですよ、行ったのが火曜日ね。でまあ火水休みなんで、まあどっちかで空いてるとこいつですかって聞いたら、3週間後ですよ、11月の21日って言われて、みたいな話になってですね、そんなに後なんですかって、いやもうね肩痛くてたまんないんですよっていう話をして、もうちょっと早くなんないですかねって話して、でもうね予約でいっぱいだからって言われて、じゃあ火水以外でもどっか空いてるとこないですかって言ったら、1週間早まって、ね、だから再来週の月曜日、もうだいぶ先ですよね、2週間後。いやー今もね結構痛いんですよ。あのねパソコン使ってね、このマウス操作とかしてるとね肩が痛くなるんですよ。でただね先生曰くね、これ全部首から来てるねって言われまして、まあ、確かにね首ね、もう前々から首痛い痛いって言ってましたけれども、やっぱりねどうも頸椎のあたりがおかしいんでしょうね。で昔若い頃ね、20代半ばぐらいの頃ね、あの造成現場のね、あのこの造成工事そのものですね、職人さんと一緒にやってね、それでやっぱりね頸椎痛めてるんですよね。だから多分ねそれが原因なんじゃないのかなって、で年取ってきてねこれが出てきたんじゃないのかなっていう感じがするんですよね。いや本当にね困ったものです。はい、そんなわけでね、本当はねもっと早くね、この今日これからお話しする内容をねお話ししたかったんですけれども、もう1週間空いちゃうとまずいので、今日ねちょっと無理してやってるんですけれども、本当はねもっと早くやりたかったんですよ。でも体調がね本当にひどくてね、もうマウスというかパソコンね、夜家に帰ってきてパソコンを触るだけでもね、もうすぐ、ね、この右肩が痛くなってね、もうどうにもなんないんですよね。はい、で今日ね何のお話かと言いますと、まあ、あの DTM 関連音楽の話ですね。で、まあ、今年こそはねクリスマスソングを作るぞということで、まあ、散々そんなお話をね言い続けていたかと思うんですけれども、まあ、今日はねもう11月4日ということで ね、いやもうやばいでしょ本当にっていう、間に合うのかなっていう今ね、まあ、そんな状況なんですけれども、そんな中ね、これいつかったんだっけな、もう買った日付すらねちょっと記憶がないんですけど、あでも今月に入ってからですから、だからあれですね、うんそうだよ、今月に入ってからこれポチってるんですから、今週の水曜日にポチったのかな。そうすると、何をポチったのかと言いますと、ネイティブインストゥルメンツっていうね、まあ、有名なねメーカーがあるんですけど、ここから出ているねコンタクトっていう、もうねほぼ業界標準と言ってもいいぐらいのね、シェアのあるねサンプラーのプラグインですね、これに対応した、このボーカル、人の声ですね。で今回ね女性のボーカルの
この声の音源、これをねポチりました。安くなってたんですよ。半額までいかなかったのかな、 40% オフだったっけな、もうごめんなさい全然記憶がないんですけど、とにかく安くなっていて8000何百円とかで、8600円だからなんかそのぐらいで買えたんですよ。でまあこのぐらいだったらいいから買っちゃえって言ってポチったんですけれども、でまあどういうものかということで、今ね実は今日はパソコンを使って、例によって最近ね使ってなかったロードの AI マイクロっていうね、ものすごい小さなねこのオーディオインターフェースを使って今収録をしているんですけれども、これを使うことによってですね、パソコンの音声をそのままねこの AI マイクロので使えるロードコネクトっていう無料のねレコーディングソフトがあるんですけれど、これにね音声入れることができますので、今日はちょっとこれで収録してます。でもう早速ね、この iMac に、このコルグの、マイクロキーエアーっていうね、これも去年かな買ったやつなんですけれども、これをね Bluetooth 接続でつないでようやくね今使えるようになったんですけれども、久しぶりねこれ引っ張り出しました。で、その音源の、あ、そうそうそう、まず音源の名前なんですけれども、これメーカーなんだ、0G っていうところですかね、0G というね、まあ、ブランドになるんでしょうかね、そこから販売されてる、イーセラっていうのかな、これね英語で、ちょっと待ってくださいね、英語表記ですと ETHERA、 なんかねラテン語らしいんですよ ETHERA で、これをこのページのこの商品名が書いてあるところのページの日本語で Google で訳すとイーセラって書いてありますけど、イーセラゴールドアトランティス3、まあバージョン3ってことなんでしょうかね、イーセラゴールドアトランティス3というね、まあこのね女性のボーカルを集めたもので、一応このね、その商品のページ今開いてね、Google で日本語訳したページをちょっと今から読み上げますけれども、サウンドトラック、映画のような作品、やばい漢字が読めない、異形の念っていうのかなを抱かせる音楽トレーラー、そして波外れたケルトファンタジー、これなんて言うんですか、女子詩って言うんでしたっけ、もうダメだな漢字が読めなくなってますね、のソロボーカルを必要とするあらゆる音楽作品を作成するために設計された女性ボーカル楽器ですっていうことでね、まあそういうね、まあサンプラーなんでね、女性の声が収められてる、そういう音源でございます。でまあね、もう話はいいからとりあえずどんな音なのかっていうのをちょっと鳴らしてみましょう。人間の声なんでね、ピアノのね88件分全部音が鳴るということではないんですので、人の声のこの帯域ですね、ですからまあ2オクターブぐらいしか鳴らないんですけれども、早速ねちょっと今音鳴らしてみます。音量大丈夫かな、ちょっとでかいですかね、まあ、こんな感じなんですよ。でこれが、まあこういうね、まあ、要はドレミファって自分が喋っちゃったら聞こえないですよね。まあ、こういう音源なんですよ。でね、まあ、これね他にもいろいろいくつも入ってまして、だいぶねこれはねお買い得だったたんじゃないのかなと思うんですけれど、これなんだろう、また次のね同じこのパックの中に入ってる音源なんですけれど、ね、ちょっと音でかいですかね、どこまでなんだ、あ、ここからか、あれなんかおかしいぞ、なんか変わったな、あ、これで変えられるんだ、あ、なるほど、
まあね、あの有名ななんかこの人たちらしいんですよ、この声の人たちがね。で、何人って言ったっけな、4人だか5人だか6人だっけな、6人だ。アトランティス3にはコンテンツと機能が満載です。6人の素晴らしいプロのシネマティックシンガー、クロマチックボーカル、これが一つの名前か、長いな、クロマチックボーカルトゥルーレガートっていう人と、あれ入ってますね、ロマンティックトゥルーレガートっていう人とバルハラトゥルーレガート、あれみんなトゥルーレガートだね、エルフトゥルーレガート、あそういうキャラクターということか、を含む16種類のトゥルーレガートインストゥルメントがあります。ヒロイック、ダークサイレン、ローマ、ベネチア、フィレンツェ、シラブルのスタイルの6つの真新しいトゥルーレガートがあります。トゥルーレガートって何ですかね？なんかそのジャンルなんでしょうかね？ちょっと私こういうのよくわかんないんですけどね。よくわかんないのに買ってんのかっていう話になっちゃうんですけれども。ね、で、まあ、あれいつの間にかなんか変わってると、なんか変えちゃったのかな、まあ、こういうね音が出せるんですよ。でね、まあこれをね、なんて言うんでしょう、このクリスマスソングのこの味付け、曲の味付け的な感じでね使えたらいいかななんて思ってポチってみたんですけれども、だからどっちかっていうとね、このなんて言うんでしょう、ボーカルのね、この種類のこの声質っていうんでしょうかね、あれですよね、映画でよくあのロード・オブ・ザ・リングみたいな、ああいうファンタジー系のあれでなんか使えそうな、そういう感じのコーラスっていうか、コーラスじゃないな、まあそのなんだろう、まあ、声ですよね、声質ですよね。ちょっとこれクリスマスソングにこういうの使えるのかなってね、ポチって買ったはいいけれども、なんかこれ使えそうもないなっていうね、今まあそんな感じなんですよ。で、ね、このコンタクトっていうこのサンプラーのね、まあプラグインなんですけれども、まあ単体でもね、今こうやってね iMac で単体で動かしてるんですけれども、これでね、まあ、いろんなね音源が、まあ、当たり前ですけどあるんですよ。ね、だからまあちょっと他のものを使えばいいのかななんて思うんですけども、まあこれでね、これは和音できるんだ。最初のやつはね、あの和音ができなかったんですよ。これだけ聞いててね、なんか遊べそうっていうところもあるんですけど、まあね、遊んでちゃ曲作りができないですからね、考えなきゃいけないんですけどね。お、なんだこれ。あ、これはなんかちょっとコーラスですよね。ちょっとアンビエントな感じの。これ和音で鳴らしてみてるんですけど。あ、これは和音で鳴らさない方がいいのかな？単音の方がいいのかな？うん、単音の方がいいですね。ちょっとクリスマスっていう感じの音じゃないですよね。まあ使い方なのかもしれないんですけれども。ねえ。まあちょっとこれでできるかどうかっていうのはちょっとね、
かなり大きな謎がつくんですけれども、なんかすごいなこれな。このねコンタクトのこの画面の中に女性のねこの西洋風のね、なんだろう、中世の感じのね服装した女性のこの写真というか絵がこう出てくるんですけれども、どう見てもねホラーなんですよね。ちょっと怖いんですよねこれ。あんまりね夜遅い時間帯にね、もうね12時回っちゃいましたから、夜遅い時間帯にね見たくない映像だったりするんですよね。まあ、使い方なのかな。なんかあんまりこの この声っていうかこの雰囲気でね、クリスマスソングっていうなんか感じが私の中ではイメージが浮かばないんですけれども、ね、なんかねこの右肩がこのすごい痛い状態でね、本当にクリスマスソング作れるのかなっていうね。自信なくなってきますね。もう今日4日ですからね。まあ一応ねこんな音源を買いましたっていうね、本当もうそれだけのお話なんですけれども、でねあとね今日実はねあのアマゾンでポチりましたというお話もついでにちょっとしておきましょうかね。ちょうど今あのアマゾンで、ファッションタイムセールってやつですか、だからなんかやってますよね。で昨日届いてたのかな、だから一昨日ポチったのか、一昨日ね、あれを買ったんですよ。電熱ベストを買いまして、というのがこのねもう 4,5 年使ってた電熱ベストがね、去年ねついにこの電気がね通らなくなっちゃったんですね。だから中でね断線しちゃったんだと思うんですよ。でダメだっていうことで、まあ、11月になったら注文しようっていうことでポチってね、それで昨日届いたんですけれども、それを買ってそれがね4000何百円なんですよ。で1万円以上買わないとポイントが多くつかないじゃないですか。で、まあ、前々からね買おうかなどうしようかなって悩んでたのがあって、で今日ね8000何百円だかでしたけれども、ポチりました。で何をポチったのかと言いますと、やっぱりこれ DTM 関連のお話ですけどね、CME というね、これメーカー名が CME なのかな、MIDI じゃなくてね WIDI のジャックっていう買いまして、でプラスこのケーブルもねセットになってるやつですね、5ピンのミリ端子から 3.5 ミリに変換する、このケーブルが2本ついたもの、それをねセットになってるものをね、8499円でポチりました。明日ね届く予定になってるんですけれども、これ何かと言いますと、シンセサイダーで、ミリ端子、ミリインとミリアウト、この端子をついているものを Bluetooth で無線でミリを飛ばせるようにしましょうっていう、そういう装置ですね。で、ネットで調べましたら、もっとねこの同じね CME っていうところから出てるもので、WIDI マスターっていうのが出ていて、最初ねそっちを買おうかなと思ったんですけれども、これはねなんて言うんでしょうかね、ミディアウト
ミリ端子っていうのはどうもね、ミリアウトから電気がね供給され、電力が供給されてるらしいんですね。なんですけれど、ものによってはミリアウトから電力が供給されてないタイプのものもあるらしいんですね。でなおかつ、ミリインしかない音源、例えば私が持っているものだと、ボルカシリーズですね、コルグのボルカシリーズなんかはミリインしかないんですね、アウトがないんですね。でそういったものだとちょっと使えないという、まあそういう問題点があって、要はミリインしかないとミリインの端子からは、電力が出てませんので、なのでまあこのマスターの方だとダメなんですね。でジャックの方だと、ちょっとねかさばるんですけれども、小さいボックスがついていて、そこに USB から電源供給することができて、なので、使えると。ミリインしかないものでも使えますよっていうオチなんですね。あとはミリアウト端子から電力を供給してないタイプの、シンセサイザーでも使えますよっていうことなんですが、せっかく Bluetooth で無線でワイヤレスで使えるのに、結局 USB で電源供給しなきゃいけないのかよっていうね、なんかね矛盾した装置ではあるんですけれども、あるんですけれども、なんて言うんでしょう、まあ単純な話ですね、結構このね iMac にこのミリ関係のものをつないで使うっていうのが、今日やってみてね本当思ったんですけど、めちゃくちゃめんどくさいんですよ。まずパソコン周り全部片付けなきゃいけないですよね。で片付けてね、このミリキーボードを設置してってやんなきゃいけないので、でケーブルを配線してとかいると、もうめちゃくちゃめんどくさいじゃないですか。でなおかつそのパソコンを起動しなきゃいけないっていう、ね、これももうめんどくさいなっていう、ね、で特に今マウス操作するのにもう右肩が痛くてたまんないので、もう我慢しながらやってるような状況ですから、なのでまあそうしなくてもいいようにしたいなということで、パソコンを使わないで、要はこのミリキーボード、ミリコントローラーからそのまま音源の方に飛ばせればね、楽じゃないですか。楽なんだけども、それをミリケーブルで一時つないで、また電源つないでってめんどくさいから、もうシンセサイザーは音源はここで、キーボードはここって固定の場所に置いといて、もう電源入れればあとワイヤレスでつながってすぐ演奏できますよみたいなね、なんかそういう状態に持っていきたいなと思ってね、まあ、それで試しに買ってみようってことで、まあ、ポチったわけですね。まあ、これが高と出るか吉と、高と吉じゃ一緒だよ、吉と出るか凶と出るかっていうね、まあ、そういう話なんですけれども、だから、まあ、なんでこれ買ったのかっていうと、そういうことと、あとはもうねクリスマスまで時期がね、期間がもうそんなにないので、早くまず曲作りしなきゃいけないなと、曲作りしなきゃいけないんだけども右肩が痛くてねって、これ言い訳でも何でもないですよ、本当に痛いんですよ。だからねギター持ってって弾いてねやれば曲作りもそっちの方が早いんじゃないかっていう感じもするんですけれども、いやーギター弾くのもちょっとしんどいなっていう状態なんですよね、本当にね困ったもんです。まあそんなわけでね、今日はなんか取り留めのない話になっちゃいましたけど、あ、ちなみにね、さっきのあのコンタクトの話に戻しまして、この他の音源、どんな音源があるのかっていうので、確かね、前にね、ボーカル関係で買ったのがあるんだけども、どれだったっけな。もうね、わけわかんなくなってます。これ鳴らしてみましょうかね。すぐ出るかな。読み込みにね結構時間かかるんですよ。そうだからこのねコンタクトを使ってパソコンでコンタクトを使って音源を使いたいっていう方は、やっぱりねメモリーをね大量に用意しないといけないですよね。あ、起動しましたね。あ、これだ。これも前に買った、これはコーラスですよね。
これも使えるのかな。使い方なんでしょうね、まあ、私にねそれだけの才能があるかどうかっていうところにかかってくるんだと思うんですけれども、ね、あとねそれ以外にもね例えば、まあ、ピアノとかじゃつまんないからこれなんかいいのかな、チェロ、チェロの音源、変な音だな、変な音ですね、まあ、こういうねチェロの音源とかね、まあ、いろいろねいろいろあるんですよ、いろいろあるんですけど、これ一つ一つ鳴らしてったらね何時間ただ音ダラダラ鳴らしてるんだよっていう話になっちゃうぐらいね結構いろんな音がありますので、面白い音はねそんなにはね持ってないんですけどね、あとねコーラス系のやつをね前に、あこれだありましたね、コーラス系、あこれかインストルメント、お違うな、どこで音が出んだ、おどこで音を出すのかが分かんなくなっちゃいましたね、こういうのがあるから、あこれでいいのかな、あ、読み込み始まりましたね。これでいいですね。いわゆるパッド系、ストリングスというよりパッドですね。シンセパッドみたいな感じの、そういうパッド系の音なんですけれども。だから、まあ、この辺なんかもねうまく使えたらいいななんて思ってるんですけど、まあ、コーラスパッド系でストリングス系みたいなね、なんか偏ってませんかみたいな話になっちゃうんですけど、これもねでもこの音源買ったのはねもう去年のブラックフライデーだったかな、一昨年だかかもしれないですねのブラックフライデーで買ってるんですよ、たまサマーセールだったかな、なんか そのぐらいのタイミングでね購入したものなんですけどね、まあねこのコンタクトっていう音源はねなかなか使えますね、まあ、コンタクトそのものもねやっぱりね、ブラックフ、これはブラックフライデーで買ったんだっけな、もうどっちだか分かんなくなりましたけど、まあ、いわゆるその半額セールをやってる時にね安く購入したんですけれども、もうね音楽関係はねこのねセールの時に買わないともったいないですね、もうバカみたいに安くなりますから、ね、まあそんなわけでもう取り留めのないお話になりましたけれども、まあ、今日はね何でしたっけ、名前イーセラゴールドアトランティス3ですね、まあ、これが本来のメインの話でしたけれども、ついでにコンタクトの話で、それから Bluetooth MIDI の話になってまたコンタクトの話に戻ってみたいなね、まあそんなお話をさせていただきました、もうね30分にそろそろなろうとしてますので、いい加減ねこの辺りで本日のラジログは終了したいと思います。それではまた。